おはようございます。今日の話は、俺のメガネ、俺のメガネはっていう話なんだけど、まあ、俺のメガネではないんだけども、この話は、ちょっと前の話なんだけども、まあ、私56歳、まあ視力がどんどん落ちてきて、まあ、老眼鏡をかけてます、はい、でうちの嫁さんも、老眼鏡じゃなくて、メガネかけてます。自分は、メガネはかけてなくて、本当に、雑誌を読むとか、まあ、文字を読む時だけ、老眼鏡をかけてます。急にでも目って、そういえば落ちて、視力って落ちてきますよね。40、45、50過ぎたぐらいから急激に視力が落ちて、で、今56なんで、結構細かいものはほとんど見えなくなっちまったと。で、ある日自宅で、ゆっくりしている時に、うちの嫁さんが、私のメガネはどこ行ったって言うから、いや知らないな、でどっか、リビングかどっかあるんじゃないのとか言って、自分は寝室でゆっくりしてたんですけど、いやないんだよなって、でどっか置き忘れたとかじゃないのって話してたんだけど、で自分は、寝室のソファでゆっくり、テレビ見てたんだけども、まあ、その時、自分も老眼鏡を使ってなんか雑誌とか読んでたり してたんで、頭の上にメガネを乗っけてたんですよね。で自分は自分のものだと思ったんだけど、そのメガネは嫁さんのメガネでもって、だからいくら探してもないわねって話なんだけども、で俺はなんていうの、どこにもないねっつって、でボケたんかとかいう話をした。ボケちまったんじゃねえか、自分のメガネ置いたところなんか忘れちゃってって話したら、嫁さんが自分の頭のメガネをじっと見て、あ、それ私のじゃんって、ボケたのはそっちやって怒られたっていう話なんだけど、パッて見たらフレームが花柄だから俺んじゃないんだよね。まあ難しいな、言葉だけでね、これ説明するっていうのはちょっとかなり難しい話なんだけれども、ま、ものすごく面白い話、面白い出来事なんだけど、うまく伝わるかな、まあ、伝わらなくてもいいんだけどね、でもまあ大体状況は分かったと思うんだけど、まあそんなくだらない話だけども、皆さん目は大事に、して生きていきましょう。今日の話は以上です。